皆さんこんにちは、リリーです。今日はですね、妊婦健診の時に持っていってる通院バッグとその中身の紹介をしていこうと思います。妊娠初期の頃は、母子手帳とあとクーポン券、保険証、お財布、まああと携帯とかね、必要最低限さえあればよかったので小さなサコッシュとかで行ってたんですけど、中期後期ってなるにつれてもうちょっとこういう風なの入れてた方が便利やなっていうものが増えたり、あとバッグも小さいバッグからリュックに変わったりしたんですよね。で、今使ってるリュックも結構おすすめなので、今日は雑談織り交ぜながらまったりとお届けしたいと思います。それでは早速スタート。私がここ最近ずっと通院の時に使っているバッグはこちらです。じゃん、カナナプロジェクトっていうブランドのリュックサックです。この後ろを外すとね、ポシェットになったりとか、確か 2way か 3way ぐらいになるんですけど、ずっとリュックとして使ってます。でちょっと中身紹介していきます。まずですね、この前にあるポッケ開けると、ここにポッケが2つついてるんですけど、こっちには試供品のボディミルクと、この無印良品のホホバオイルです。この2つがなんで入ってるかっていうと、お腹に塗るためです。そう、お腹がね徐々に大きくなってきて、もう服とお腹が擦れて超痒くなるんですよね。で、妊娠線できたら怖いしっていうので、もう初期の頃からずっといろんなボディミルク塗ったりとかしてるんですけど、ただ絶対にこれ塗りたいみたいなこだわりはないので、とりあえず保湿系入れるようにしてます。この前に入ってるものなんですけど、まずはじゃん、野村ちゃんのマスクケースです。この中に新しいマスクを 1、2枚入れてます。ちょっと今白色のマスクが入ってないんですけど、白と黒両方入れてることが多いですね。なんかナチュラルな服装の時は白にして、ちょっと今日カッコつけたいみたいな日は黒のマスクで行ってます。もうこれあとラスト1枚ぐらいしかないねんけど、服だけシャワー。今ね、夏なんですよ。暑いから、こういう服だけでスッキリするもの入れてます。病院着いた時に拭いてます。で、あと、これ、パチッと開けると、中に除菌シートが入ってます。これはセリアかダイソーで買いました。蓋と、あとこういう入れるようになってるんですけど、これを閉じれば中に何入れても見えない。これめっちゃ便利です。あとここにはお財布入れてます。これは島村で買ったお財布で、ちっちゃいスタッツがちょ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 っとついてて、後ろがガマ口になってます。で、サイドチャックが2個あるんですけど、これね、1個は開くとこの底の幅が広がるんですよ。荷物が多くなった時は広げるんですけど、こっち背負ったまんまピッて開けれる、このサイドのチャックは開けるとまたまた除菌のスプレーが入ってます。もうね、今ずっと今年はコロナが怖いから、さっき入ってた除菌シートは病院に着いてからがっつり手を拭いたりとか、なんか物を拭いたりとかする時に使うんですけど、これはバーって向かってる時にどっか触った後とかにこうやってシュッと使えるように入れてます。サイドにはイコカ、これ関東とかやったらなんて言うやろ、イコカじゃなくてスイカ、スイスイイコカやっけ、だわ、スイスイスイカ、一応これつけてます。ちなみにこれ無印のバスケースです。あ、後ろ今何も入ってないですけど、いつもは携帯をここに入れてます。はい、ほいじゃあメインのこの中の部分紹介していきます。まずは紫のレースの鏡、これアフタヌーンティーやっけな、とメイクポーチ、これはダイソーで購入しました。100円には見えへんくない？上がねメタリックで、下はメッシュなんですよ。だからめっちゃ軽いし使いやすいし、気に入ってる。これマジで買い足そうかなと思います。続いてはめちゃくちゃ大事なポーチです。じゃん、こちら私は無印のこのポーチに母子手帳とかクーポンの冊子などを入れるようにしてます。ジェラピケとか他にもいろんなブランドから可愛い母子手帳ケースたくさん出てるんですけど、先輩ママさんたちの意見を聞いてみると、そういう可愛いケースに入れるのもありやけど、こういったポーチ
に全部まとめてバサッて入れるのもすごい使いやすいよっていうのを教えていただいたので、こちらにしました。でもこれにして良かったと思ってる。中に入ってるものなんですけど、ちょっとこれは裏表紙ですけど、クーポンの冊子。続いてもめっちゃ大事なもの、こちら母子手帳が入っています。で、お財布、しかもこれビリビリタイプやです懐かしいよ。これは3COINS で購入したものです。中はこんな感じで、これエコー写真を入れてメモが書けるようになってるものです。はい、そしてこのちっちゃいクリアファイルを入れてて、この中に何入れてるかって言ったら、初期中期後期って体の精密検査をするんですけど、その結果の紙を入れてます。まあ、これ何入れてるかって言ったら、万が一自分が倒れた時に精密検査の結果これがあれば、なんかお医者さんの人も分かりやすくて助かるのかなと思って勝手に入れてるだけですけど、念には念で一応入れてます。で、ポーチが入ってます。これはなんか雑誌の付録に入ってたポーチなんですけど、中には細々したものが入ってます。まずこれ軟膏、これは妊娠中ガンジダあそこがめっちゃ痒くなる、織物が出ちゃう病気になりやすい病気っていうんかな、まあ、みんなその菌は持ってるらしいんですけど、それが妊娠すると発症しやすいみたいで、私も一回なりました。もう超痒かった。で、その産婦人科でいただいたこの軟膏を、もし痒くなった時にピッて塗れるように持ち歩いてます。ヘアゴムと、あとね、病院で USB にいつもエコーの動画とかを録画してもらえるので、これも入れてます。あとはこれも入ってる、じゃん。これは何かって言ったら、中期の頃に炎陣痛体っていうのになって、なられた方もいらっしゃるかもしれないですけど、超痛いですよね。子宮がこう丸くあるとしたら、こうピーピーって線が出てて、で繋がってるんですよ、この脇腹らへんに。でもこの子宮がどんどん大きくなるじゃないですか、赤ちゃんも大きくなってくるんで、大きくなってきたらこの横にあるのがビヨーンってこう斜めに大きくなるんですよ。こうあってこうやったのがこう大きくなるから、こんな短さじゃ足りひんから、この人体がビヨーンって斜めに伸びるんですよ。でその伸びる時にすごく痛くなるのが炎陣痛体っていう、このらしいんですけど、まあ痛かった。動けるようになってから病院連れて行ってもらったら、炎陣痛体ですわ、これ漢方なんでまた飲んでくださいって言われて、まあ、そっから発症は一度もないんですけど待ち歩いてます。妊娠しないと知らなかったそういう新しい症状っていうのは、もう知ってる方が絶対、知らんかったら怖いもん。もうあかんのかなって正直私は思ってちゃったから、余計涙が出たのもあったんですけどね。なのでまだそれなってない方とか、まあ、それは初期中期後期いつなってもおかしくないらしいので、知らなかった方は覚えておいてください。炎陣痛体調べてみるといいかも。斜めになってるこのポッケがあるんですけど、ここにはボールペンで、診察券と保険証もここに入れてます。次はやっとゲットできたので動物の森を入れて、待ち時間にピコピコやってます。ほんでパンティー型のポーチです。これ応援してくれてるね、女の子がプレゼントでくれたやつなんですけど、超愛用させてもらってます、ありがとう。中にはですね、エチケット系ですね、この中に入ってるの。まずこちら、お手洗い行っていい香りを残していきたいなっていう時に、これをポトンってこう落とすだけでフローラの香りがふわって広がるから結構いいです。わんで、このオーラ2の糸ようじ、これとこのブレスケアローズの香りを入れてます。でまたまた除菌系やけど、エピカジェルのミニで、これめっちゃ好きなんですよ、知ってる人も多いと思います、トップのシミ取りレスキュー、これいいですよね、マジで取れる、醤油落としても取れるし。あと絆創膏バラバラで、織物シートで、こういう織物シートとかナプキンを入れてます。なんでかって言ったら、まあ今は生理もちろんないんですけど、あれよ、
尿漏れやばくないですか？私もう中期ぐらいから結構尿漏れあったんですけど、まあ、後期になったらほとんどの方がなられるとは聞きますけど、早かったなうち。爆笑したらおしっこちびっちゃうし、あとくしゃみね。で、歯磨きしてる時に舌磨きもするんですけど、舌磨きでうえって言った瞬間にバッてこうお手洗いするじゃないですか。ごめんね、下の話で。おしっこをしてティッシュで拭きます。パンツあげま漏れるみたいな、ない？え、うちだけやったらどうしよう。なんかね、便座から立ち上がるそのふわっていうのでポタポタって落ちるんよね、おしっこで。あ、まだ出んのと思って座ってするやん、もう一回拭くやん、立ち上がるやん、出るやんみたいな繰り返しで、もう笑けてくる。やばいなこれ。男性聞いてたら引くんちゃん、妊婦さんみんなそうって思われそう。でも多分きっとそうやと思う。いや、みんなのちょっと尿漏れ事情教えてほしい。よかったらコメント欄書いてください。で、あ、これや、私の大好きなアッカっていうブランドのヘアクリップです。これは安室奈美恵さんが愛用されてるとのことで買いました。こんなクリップよ、100均でも売ってるやん。でも超高かった。これ1万2、3000円すんねん。高いヘアクリップって、この装飾がちょっと豪華なだけちゃんと思いきや、クリップ加減のこの、掴みの強さが全然違う。高いもんってやっぱええんやなって思った。はい、そんな感じ。で、中身ね、これ、どんなになってるか見せとこうか。背面には、こういう網のポッケのチャックがついてて、こっち側は2つポッケがついてます。なんか他入ってたっけ。あ、あとこれも入れてたわ。このタオルどこで買ったかちょっと忘れちゃってんけど、水に濡らしてブンブン振り回したら冷たくなるタオル。これマジでひんやりして気持ちいいから、歩いて暑い時とかはピッて濡らしてこうやって首に巻いて歩いてる。やばいな。そんなんおしゃれな人は絶対せえへんやろうけど、もう暑いから首に巻いて歩いてます。ほんでですね、今までは入れてなかったんですけど、これ入れとかなっていうのがあったんですよ。それが何かと言いますと、破水した時にタクシーにパッて乗り込んだりとか、もし車に乗ってる時に破水しちゃったりっていうこともあるかもしれないので、レジャーシートなり防水シートなりタオルとかね、そういうのも入れといた方がいいかなと思いますが、さっきちょっと思いついて、見てこのワンちゃんのさ、トイレシートってすっごい吸収力あるやん。これ1枚入れてるだけでもいいんちゃうんと思ったので、私はこれにします。で、濡れてもポイって捨てれるし、これいいわ。ワンちゃん飼ってる人いかがです？これも今後入れていこうと思います。あ、充電切れそう。さあ、今回は妊婦検診の時に持って行ってる通院バッグとその中身を紹介しましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？ちょっとでも良かったよって思ってくださった方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。まあ言うてね、いっぱい話したい話たくさんあんねんな。だから今後もなんかマタニティ系のトーク系の動画とかも出せたらいいなって思うねんけど、需要あるかな？どうだやろ。でも私は周りに今妊娠してる人がいないから、すごく同時期に妊娠されてる方とお話ししたくてしたくて、もうつながりがなくてなくて、そういう同じような環境の方がこういう風に今見てくださってて、ちょっとでもほっこりしてくれたりとか、共感してくれたりとか、お友達とお話ししてる感覚でね、見てもらえたらめっちゃ嬉しいなって思います。ということで、私は来週ようやく臨月に入るので、70巻あるようでないんですけど、頑張って産めたらなと思います。はい、みんなで頑張りましょう。苦しいけどな、体重管理も頑張ろう。はい、じゃあまたね、バイバイ。